こんにちは。ナナです。将棋を知らなくても、名人戦と竜王戦はイメージできる二大タイトル戦。そして、第37期竜王戦七番勝負が5日開幕しました。今期、タイトル戦での戦いは初めてとなる挑戦者佐々木勇気八段。同じ、伊田薬壇一門の系譜に入る関係性。名人戦は歴史。竜王戦は豪華さが特徴的。対局に先立ち、前夜祭が開催され、登壇した日本将棋連盟の羽生善治会長は、最高の舞台で勇気を振り絞った素晴らしい勝負を見せていただけるのでは、と、ポスターのキャッチコピーを引用して、両雄にエールを送りました。そして、シリーズでの居飛車最先端の戦いを予見していました。まず挨拶したのは、挑戦者の勇気八段。主催者らに、お礼をまず言っていましたが、思わず笑っていた。この気持ちがよくわかる。まず、ここで、自分には、何の期待もしていないであろうという自虐的な発想と、自分から言われても嬉しくもないだろうなってことも頭をよぎる。さらに、みんなと同じように決まりきった挨拶をしている自分が、なぜかおかしく感じる。さらにうまく言えなかったことが恥ずかしくもあり、照れ笑いになってしまった。悪気があるわけではない。続いて、藤井竜王はいつものように主催者はじめ協賛まで丁寧に読み上げご挨拶。実はこのトーク、応援している企業としてはかなり重要視しているのだろうと考えます。多くの将棋ファンが前夜祭の映像を確認したりしますが、その時に藤井竜王が実際口に出して紹介してくれれば印象に残ります。企業としては最高でしょうね。しかも実直な人柄も相まって、企業のイメージアップにもつながるしね。天才というだけでなく、その人間性も素敵なのよね。この日会場となった渋谷にございます、セルリアンタワー能楽堂では見聞が行われ、事前の確認作業がございました。まず、藤井竜王が気になったのが照明。照明って、こんなに明るかったでしたっけと、笑みを浮かべて尋ねると設営者は言い当てられたことに驚きます。去年より明るくするために、照明を4本に増やしていた模様。よって、今年も昨年同様にするために1本減らし3本で。やっぱ明るすぎても盤が見づらいから気がつくんですね。すごい。私は、毎回、藤井竜王が、飲み物4本準備されているところを2本でお願いしますと。言う理由が理解できていませんでしたが、おそらく一度提供されたものは、その後の利用が難しく廃棄されることを懸念されているのではないかと最近は思うようになりました。必要以上に準備いただき、その後、廃棄では良くないと考えている。静かなる SDGs 達成のため、食品ロスを減らそう運動に見える。食品ロスとは、本来食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。特に、先進国では多くの食品ロスが発生しています。原材料の生産にも調理にもエネルギーを使って食べられる状態になったにもかかわらず捨てられてしまう食材は、廃棄にも費用がかかるので、二重三重に資源の無駄遣いが生じてしまいます。そういった意味では、勇気八段も同じような判断をしていましたね。お盆に飴が用意されていたようですが、あれはおそらく乾燥による咳止めとか、簡単な糖分補給を目的としているものと思われますが、おやつや食事のタイミングでの摂取量を見ると、必要ないんだなって、糖分に関しては納得でした。見聞での勇気八段の細かな質問が初々しかった。今回の動画では、1日目の注目ポイントや藤井竜王が本領発揮した可愛い、おやつチョイスや食べ盛りの勇気八段のお食事チョイスなども合わせてご紹介します。以前どこかで、体型からは想像できないくらい食べるんだよって聞いたことがありましたが本当だった。10月5日から2日間の日程で始まっている第37期竜王戦七番勝負第1局1日目。ABEMAの中継が始まると、舞台上に用意された対局場で、記録係の吉田三段が黙々と作業している様子があり、立ち会い人の森内九段との打ち合わせをする姿も。そしてお隣には羽生九段。両者は、小学生時代からのライバルで、竜王戦七番勝負では、2003年の第16期で対戦し、
森内九段のなんと4連勝。今回も竜王戦関係者が対局を盛り上げています。この対局は能舞台ですので、観客席があり、そこには大勢の関係者らが集まりつつありました。竜王戦では、最高峰のタイトル戦を体感する究極の観戦プログラムと題した竜王戦プレミアムという企画が動いていました。参加すると初手や竜王戦トークランチ、対局観戦、おさらい解説、封じ手を間近で見ることができ、これは将棋ファンというか、藤井ファンにはたまらない時間になるでしょう。竜王戦トークなどに登場するのは、藤井猛九段、中村太地八段、そして聞き手は、貞升、南女流二段、和田明女流二段が担当し盛り上げてくれています。叡王戦の見届け人は、250万円というとんでもない金額ですが、竜王戦のこの企画は、高くても A コース7万5000円なので、それに比べたらはるかに参加しやすい。と言っても内容が違うので比較はできませんが。さて、対局場には、8時45分に、挑戦者の佐々木勇気八段が登場。うぐいす色の羽織に白っぽい置物、藤井竜王が到着するまで、しばし瞑想などをしながら待機していると。4分後に王者が登場。能楽堂は、対局場となっている本殿に入るまでに上げ幕をくぐり、橋がかりを歩いて登場しますが、これがとても絵になる。やっぱ、能楽堂は、将棋との相性が良い。少し温度調節が難しいかもしれませんが、揃ったところで、盤上に駒を並べ終わると初戦ですので、振り駒が行われました。今回は、特別バージョンで、特別協賛の野村ホールディングス副会長が行い結果、藤井竜王が先手に決定。持ち時間は各8時間。両日とも、昼食休憩は、12時30分から1時間とおやつは、午前と午後に提供されます。定刻9時になると、立ち会い人の合図とともに対局がスタート。過去の対戦成績ですが、藤井竜王から見て意外ですが4勝2敗。あまり差がついていない。23年度の第73期 NHK 杯では、まさかの黒星で勇気八段が優勝していますが、このシリーズは勝たせてもらいます。大方の予想通り、戦型は角換わりへ進み、両者の息が合っていたのか、45手目まではほぼノンストップ。先に、時間を大きく使ったのは藤井竜王。ここで33分消費。これは、一つ前の手で、後手から3筋を狙っていることを示す4四銀と指されたことでの対応を考えた結果。それを外すために、45手目では、時間を使い、系統を守る4七銀としました。序盤では両者時間は使っていないものの、丁寧に指し進めていきましたが、中盤に入ると一気に停滞。57手目で、先手15分から続けて、134分74分20分61分と、両者かなりじっくりと考えながら進めていきます。すると、アベマの中継に出演した竜王挑戦経験者の真田八段は、神経戦。局面は激しくないが、どういう展開にすればよいか、互いに神経を使い合っている。歩しかぶつかっていないし、互いに渋い手を指しているが、展開が読めないので、とても気を使っていると思う。どこに向かうかわからないので、指している方はしんどい。なかなか珍しい展開で、この将棋の勘どころをつかむのは、藤井竜王をもってしても難しいのかもしれないと印象を語っていました。結果、昼食休憩からわずか4手しか進まず、いよいよ封じ手の時間に、勇気八段が47分消費し、封じ手を決めました。1日目の消費時間は、藤井竜王が3時間45分なのに対し、勇気八段は3時間39分。ほとんど差がないまま終えています。そして、1日目の形勢は、先手が 50% を切ることなく封じて、時点で55。この調子で、2日目、一気に差を広げてほしい。そして、今回注目なのがお食事。1日目午前のおやつは、藤井竜王が、プリン、アイスレモンティー、佐々木八段が、シューパリジャンとプレミアムメロン。緑茶を注文しました。プリンは、ネッカリッチ農法による赤卵を使用しています。
シューパリジャンは、マダガスカル産のバニラビーンズを使用したシュークリームです。プレミアムメロンは、メロンのショートケーキです。それぞれにフルーツが添えられています。佐々木八段は、ダブルオーダーと力強さを感じさせます。ホテル関係者は驚いていました。緑茶は注文表にはありませんでしたが、欄外に手書きで記してありました。初挑戦ながらも、竜王獲得11期を誇る渡辺明九段張りの応用術で、早くもタイトル戦にどっぷりと入り込んでいる印象ですと、読売の記者は感じたようです。昼食の注文は、藤井竜王が国産牛の網焼きステーキ重、温野菜添え、アイスレモンティーです。国産牛ロース肉を香ばしく焼き上げたステーキ重です。佐々木八段が、ミートソースのスパゲッティ、ボロネーズと国産牛ビッグハンバーガー。緑茶です。赤ワインとトマトをたっぷり使ったコクのあるミートソースに、ジューシーな国産牛パテを使用した。ボリューム満点のハンバーガーです。佐々木八段は、午前のおやつに続いて昼食もダブルオーダーでした。ただ、本当によく食べる方からすると、両方とも量は少ないため、そこまで驚くことではないよね。午後のおやつは、藤井竜王が、紫芋の、モンブラン、アイスレモンティー、オレンジジュースです。ハロウィン期間限定のメニューで、紫芋クリームとカシスジャム、ガトーショコラのアンサンブルが特徴のスイーツです。藤井竜王が得意とするおやつの可愛い攻めが出ました。ホテル関係者は、藤井竜王は分かっていらっしゃると注文を喜んでいました。対局者が頼んだおやつは、セルリアンタワー東急ホテルで購入できます。佐々木八段は、シューパリジャン、緑茶、でした。午前に、引き続き同じメニューのオーダーで、現役時に、昼食と夕食で、うな重を注文していた加藤一二三九段を思い出します。ただ、今回は一品のみ。佐々木八段は、午前中のおやつと昼食をダブルオーダーしていたので、控え室では、物足りなさを感じますね、といった声が聞こえていました。このようなレポートが上がっていました。確か、前期、竜王戦でも、藤井竜王は、2日目午前のおやつは、ジョリ・ファントムと、ハロウィンを意識した遊び心をくすぐるおやつチョイス。これまでの可愛いおやつも売れ続けるという凄さ。そうそう、野村証券公式チャンネルでは、竜王戦直前インタビューが公開されており、そこで、藤井竜王が、将棋以外のことで一番印象に残っている仕事と聞かれた際の回答が、やっぱり、将棋のことだった件。それは、まだ棋士になる前。藤井三段時代に愛知県岡崎市で行われた岡崎城二の丸能楽堂で指された対局。この時は勇気五段。対局は藤井竜王の先手で、相矢倉戦となり、激しい終盤戦を競り勝ったのは勇気八段。この時のことをプロ棋士でないと呼ばれない場所で対局できたことが、とても印象的で当時は嬉しかったと振り返っています。藤井竜王の節目に登場する佐々木勇気八段。このインタビューかなり楽しめたのでおすすめです。それでは、差し掛けの夜は、両者どのような過ごし方をしているのか気になりますが、明日は決着の日。楽しみですね。